宮沢りえさんといえば、10代の頃から映画、舞台、ドラマ、CM など多方面で活躍している世界的大女優ですよね。10代の頃には16歳の時にふんどしカレンダーや、18歳の時にはヘアヌード写真集、三体不意などの奇抜な話題作り、そしてマネージャーを務めていた母親の存在とで注目された。婚約や婚約解消、また男性との交際、さらに拒食症の噂など、芸能マスコミからのバッシング報道が相次ぎ、アメリカサンディエゴへの移住を発表するなど、一時期は芸能活動休止状態となった。激走世から回復してきたと見られる頃から、徐々に芸能活動を再開し、2002年の黄昏聖米で落ち着いた演技を見せ、映画の成功以降は女優としての活動の幅が広がり、本格派女優としての評価が定着しつつある。尊敬する岡本太郎が書き綴った生きること、死ぬこと、夫婦愛などの詩を朗読する活動も行っている。柔らかなウィスパーボイスの持ち主で、ナレーション業も多く務めている。プライベートでは2018年3月に V6 の森田剛さんと結婚されて幸せな家庭を築いています。スタイルも抜群で年々綺麗になっていますよね。そんな宮沢りえさんですが、母親があまりにも強烈すぎる毒親だったと噂になりましたよね。そこで今回はそんな宮沢りえさんについて調査してみたいと思います。宮沢りえさんの母親りえママの名前は宮沢光子さんと言います。りえママは若い頃に六本木の高級クラブでホステスをしていて、ホステス時代のりえママの美しさは女優の加賀まりこさんも、りえちゃん以上の美貌でバレエもやってたから、スタイルも良くて周りの男性すべての羨望の的でね、まさに高嶺の花のような存在だったわと証言していたそうです。その時に宮沢りえさんの父親にあたるオランダ人男性と知り合い、宮沢りえさんを身ごもることになります。ところがりえママは宮沢りえさんを自分の親に任せて、このオランダ人男性と甘い生活を楽しむためにオランダに行ってしまいました。宮沢りえさんという自分の娘と自分の好む男性とを天秤にかけて男性を取ったということですね。しかしオランダ人男性との結婚生活もわずか4ヶ月足らずで破綻して離婚してしまいました。単身日本に帰国したりえママは、引き取った娘の宮沢りえさんをモデルにしようとプロデュースを始めたのです。なかなかえぐいエピソードですね。普通では考えられませんが、毒親である宮沢りえさんの母親は宮沢りえさんに枕営業を強制させていたのではないかという噂があります。自分の娘に枕営業させるなんて考えられませんが、そのように言われています。宮沢りえさんは17歳の時に三体不意という写真集を出しており、おそらくここら辺から枕営業をさせられていたのではないかと言われています。将来絶対にスターになると娘の才能を見抜くや否や、宮沢りえさんの母親はそれまでの放蕩ぶりから一転、強烈なステージママへと変貌して宮沢りえさんを徹底的に支配し始めます。枕営業まで指示されていたとは、当時10代の宮沢りえさんがいかに辛く苦しんでいたか、想像するだけでも息苦しい思いですね。また宮沢りえさんは勝新太郎さんやビートたけしさんにも枕営業したと言われていますが、たけしさんは宮沢りえさんを傷つけないようにさせながらも、早く帰って寝なさいと返したそうですよ。芸能レポーターの井上光三さんがかつて宮沢りえさんの枕営業について言及したことがあるみたいです。宮沢りえさんの母親は芸能界の一流の人と交際しろというようなことを言っていたみたいで、りえママによる宮沢りえさんの枕営業の強制は真実の可能性が高いかなと思います。
そんな宮沢りえさんの母親、宮沢美津子さんは、2014年9月23日、肝腫瘍で亡くなりました。当時65歳でした。宮沢りえさんの母親は以前から肝腫瘍の診断を受けていましたが、本人の意思により自宅で療養をしていました。宮沢りえさんの母親が亡くなった時、宮沢りえさんは舞台の本番中でしたが、非常に演技を続けたそうです。宮沢りえさんは母親が亡くなった時、最後に生きるということの美しさと、凄まじさと、その価値を教えてもいました。そういったすべての宝物を胸に私は役者として、母として、女として惜しみなく生きようと思います。とコメントを残しました。さらにテレビ番組、巷の話に出演された時に、息を引き取る瞬間も一緒にいられた。壮絶だった。息を吸って吐けることがすごいことなんだと教えてくれたし、命に限りがあると告げられた人に誠実さを変えちゃいけない。すごいモデルがいたから。とコメントされており、壮絶な生き様を学んでいたことを感じ取れました。これまで、幼少期に親子で離れて住んでいたので、埋め合わせるかのように親子二人三脚で芸能界を渡り歩いてきました。不自然なほど親密な親子の関係は、長く続くことなく破綻することになったようですが、宮沢りえさんは母親のことを決して悪く言わなかったそうです。宮沢りえさんの母親自身が成し得なかった芸能界での活躍を、娘である宮沢りえさんに託したかったことを感じていたのでしょう。宮沢りえさんの母親が毒親すぎる噂について調査してきました。母親が娘に枕営業させるという、極めてレアケースを味わうことになった宮沢りえさん。昔は心に闇を抱えるような経験をした宮沢りえさんですが、これからは無理をせず、芸能活動を頑張っていってもらいたいと思います。2021年3月12日、芸能界に衝撃が走りました。そうです。あのジャニーズのアイドルグループ V6 が、突然解散を発表したのです。それも、宮沢りえがその黒幕だというのです。このビデオは、宮沢りえが黒幕なのかどうか、お届けしていきます。まずは、ジャニーズの公式サイトやニュースでも、報じられている解散表明です。森田より、これからの人生。ジャニーズ事務所を離れた環境で役者としてチャレンジしたい。という発言があり、5人はその思いを受け止め、以降、何度も本音で話し合い、全員で今回の結論を導き出しました。こんな気持ちも知人に打ち明けています。特に舞台俳優として蜷川幸雄氏の薫陶を受けた森田にはかねてから、役者業に専念したいという強い思いがあり、周囲にジャニーズに所属したままではできない。仕事にも挑戦したいと打ち明けていた。昨年11月に V6 としては3年ぶりに行ったライブの前に、メンバーに退社の意向を打ち明けたといいます。あまり知られていませんが、宮沢りえって、森田剛の奥さんだったんです。結婚したのは2018年、宮沢りえとは再婚でした。前の夫と2009年に結婚してお相手は日本人実業家で元プロサーファーでした。宮沢りえには、2009年の生まれの女のお子さんがいるので、できちゃった婚のようです。夫婦間の絆も強い。りえとは子連れ再婚となったが、森田は子煩悩で休日には率先して家族サービス。都内の自宅周辺では家族で仲睦まじくデートする様子が、たびたび目撃されており、かつてやんちゃで鳴らした森田の姿は微塵も感じさせない。森田剛は、このお子さんを大切にしてるようで、幸せな家庭を築いていますね。宮沢りえといえば、5つ年上の姉さん女房ですね。仲がいい夫婦ですが、やはり森田剛を支えていたのは、宮沢りえだったんですね。森田が独立を決意した背景には、
2018年3月に結婚した女優の宮沢りえの後押しもあったという。芸能プロ幹部は、以前週刊誌でりえさんの妊活にまつわる話が掲載されましたが、夫婦は様々な困難を乗り越えてきています。数年前にりえさんが体調を崩した際、森田さんは彼女を支え続けると決意を固めたそうです。最初の背景には家族で過ごす時間を大事にしたい部分もあると思います。と推察する。やはり森田剛は宮沢りえをリスペクトしており、その彼女の言葉は大きかったのですね。発表の直前に宮沢りえと森田剛が店から出てくるところが目撃されています。これって決起集会だったんですね。個性的なマッシュルームカットのりえと森田は、蕎麦屋の外でタバコを一服。支援をくゆらす姿までも画用になっていた。りえさんと森田さんは店の前の喫煙スペースで、真剣な顔で話し込んでいました。内容はわかりませんが、りえさんが森田さんに、アドバイスを送るような口調で話していたのが印象的でしたね。まあ、ご夫婦なので食事をするくらい当然なんですが、この時期だとどうしてこうやって言われてしまいます。以上をまとめると、やはり役者に専念したかった森田剛の背中を、それまで献身的に支えてきた宮沢りえがそっと教えてあげたようですね。黒幕説なんていうタイトルをつけましたが、 V6 解散を陰から支えたのは妻宮沢りえだった。その本当の理由とは？が正解でしたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。